タララーン、タラララランラン、タララララン。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫です。皆様こんにちは。はい、今私ご覧いただきました小芝居というか、この首回りご覧いただいて、ちょっぴりその首回り、ピリエというものを今日は、行いたいと思います。はい、というわけでこのチャンネルを最後までご覧いただいて楽しかったっていう場合はどうかチャンネル登録いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、それではね、ちょっとご覧いただきましたこちら、なんで悪いのっていうものなんですけれども、これ着てるのはね、プラス J ですね。プラス J のシルクのすごく肌触りもいいし暖かいものなんですね。でこれなぜあんまり良くないんじゃないっていう話をするかっていうと、これ自体はいいんですよ。でもこれだけで着てしまうとこの首元がね、ちょっぴり残念なことになってしまってるんです。どういうふうに残念かっていうと、なんとなく20年ぐらい前とかのおしゃれなちょっとブティックのオーナーさんにこういう感じの人いませんでした？なんかこんなちょっとこういう感じで洒落たの着てるんだけど、ここがタルッとなってる。いや、要はね、どうしてかっていうと、最近やっぱりね、かっこいいお洋服が増えてるんですよ。かっこいいっていうのはどこを分量多くしたらかっこよくなるか決まるかっていうことをちゃんと計算し尽くされてるんですね。で、じゃあプラス J、 五十嵐さん何プラス J これいいって言うから私買ったのにおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、これはこれで素晴らしくていいんです。やっぱりね、シルクが直接肌に触れるっていうのはものすごく体にとってもプラスなわけ。じゃあどうするって言った場合、私だったら、これをインナーとして着るっていうのを一つの方法、それからね、だいぶ昔にご紹介したかもしれませんけれど、こういうふうにちょっとなんかこう首周りにプラスアルファのアクセサリーみたいなものを合わせてみるっていうようなことだったりとかね、あとは本当にストールみたいなものをするっていうのもいいと思うの。要は直接ね、この面が見えない方がいいっていうことなの。なんでこれがその古い感じがするかっていうと、首がね、長いとか短いとかっていうその諸問題はあるんだけれども、ここがね、やっぱりね、一番ほら、男性も V ゾーンっていうじゃないですか。ジャケットとワイシャツとネクタイのこの辺りの V ゾーンがやっぱり顔なんですよ。で、女性も一緒なの。やっぱりこの首周りっていうのはすごく若さ、年齢感出たりとか、かっこよさ決まってるかっていうものがね、すごく出やすいの。だからこそスカーフとかストールとかそういうものの結び方がうまくできたらいいなっていうふうに思う方がやっぱり多いわけなんですよ。ですので、こういうものをお召しになった時にはストールをつけたまんまこのトップスをお召しになるか、もしくは先ほどのようにね、ちょっとアクセサリー感覚でこう首周りに何かアクセサリーのものをつけるとか、もしくは本当にアクセサリーをつけるっていうのもいいんですよ。こんな感じでアクセサリーでこの長さをうまく調整してしまうっていう感じですよね。この高さをうまくこれで調整してコントロールしてしまうっていうようなことをやると、このなんかね、たるんと情けない感じっていうのが消えるわけなんでございます。決してなんていうんですかね、昔っぽいのがいけないとかってわけじゃなくて、やっぱりね、ファッションって巡るわけで一周回ってっていうこともあるわけなので、 NG ってわけじゃないんですよ。ただどうせだったらこうした方がいいんじゃないっていうわけで、ちょっとだけこれ自体を着替えたらどうしたらいいかっていうものをご覧いただこうと思います。はい、じゃん。はい、同じです。全く同じタイプのもの、黒のタートルです。どうでしょう。はい、これは無印良品のタートルネックセーターなんですけれども、確かこの首周りがチクチクしないっていう、首周りがチクチクしないプラスアルファの中に先ほどのシルクのプラス J を合わせているんですけれども、どうでしょう。ここまでね、やっぱりね、しっかりネックが来ていると決まりやすいんですよ。はい、もちろんね、あまりにもこのネックがね、もっとギュギュにこうピタッと来てしまってたりとかすると顔がすごく大きく見えてしまうんだけれども、このようにね、この V ゾーンがキュッと締まっている、キュッとこう絵になっているっていうものが、年齢をちょっとだけでも若々しくというか今時感のあるように見せてくれるわけ。だから年齢が若けりゃいい、年いってるから NG ってわけじゃなくて、今時感っていうのがキーワードなの。はい、こんな感じ。あんまりこれ首詰まってないですよね。
でこれね、もともとね、皆さんによく聞かれるんだけど、もともとはこうやって折るためのものだけれども、折ってしまうと面白くないんですよ。面白くないからこのまま全部長くここまで上げて、いや首が私そんなに長くないのよっていう場合は、少しこれをクククククって下げるとか、もしくは内側にねちょっと折り込むっていうのも一つの手なの。いかがでしょう。はい、こんな感じで全然雰囲気変わるじゃない。なので、プラス J のこのシルクのねタートルに関しては、インナーに着たりとか、プラスアルファ何かを上につけるっていう時にお召しになるといいと思います。じゃあもう少しちょっとどんなのが NG かな、DBA かなっていうのをちょっとご覧いただこうと思います。じゃん。はい、これは GU さんのセーターなんですね。小豆色というか、ちょっとおしるこ色というか、はい、決して悪いセーターじゃないんですけれども、どうでしょう、私ね首がちょっと長いっていうのもあるんですけれども、なんか情けない感じしませんか。情けないんですよ。あのモックネックって似合う方とやっぱり似合わない方っていうのがいらっしゃってね、じゃあどういう方がお似合いになるのかっていうと、顔幅があまりない方の方がモックネックはお似合いになるんです。割とねもうこの首にピタッとくっついてる感じじゃないですか。なので私みたいに顔幅があるタイプで、どちらかというと長さがあまりないので、よりなんかこう顔が大きく見えてしまうのと、特に私首が長かったりするので、余計このね隙間っていうのがなんかこう情けなくて、ちょっぴり時代遅れな感じの人になってしまうわけなんです。さっきからね合わせてるのはユニクロのプラス J のドライスウェットパンツ、それからシーンのカーディガン、ロングカーディガンだったりとかするんですけれども、いかがでしょう。あの決して色は間違ってはいないんですけれど、色合わせはなんかこうあまり幸せ感がないっていうか、どうでしょう。しかもこれ脱いだ時にはどうですか、ちょっとなんかいくらちょっとこう肩にかけてかっこつけたとしても、なんかちょっと情けない感が否めない今日この頃の五十嵐でございました。あ、逃げよ。じゃん。はい、いかがでしょうか。決して私これねめちゃくちゃ似合うわけじゃないんですけれども、ビンスというところのセーターなんですね。どこが違うって、これちょっとね余裕があるんですよ。あの先ほどの GU のセーターよりもちょっとこの首周りに余裕があるから、この情けない感じのこの首のこの出てる部分っていうものをなんとかカバーしてくれる、はい、それからこの細い袖っていうのもちょっと助けられてたりとかする感じなんですね。なのでもうこの首の長さ、それからこの周りの余裕、そしてコントロールできる長さの襟の高さがあるのかどうかっていうところも結構重要になってくるの。はい、いかがでしたでしょうか。タートルネックが必ずしもいいっていうわけじゃないの。タートルネックでもピタッと首にへばりついてるようなものだと余計顔が大きく見えてしまったりとかね、長さがあるものが決していいというわけではないんだけれども、長さはあれば折ったりとかコントロールって聞くけれど、短いものって伸ばすことができないので、顔の形や首の長さ、そして襟の高さっていうものがどれくらいのものが一番自分にとってベストなのか、どれくらい余裕があるものが自分の雰囲気をよりよく絵にしてくれるのか、絵を見ているようなね絵にしてくれるというような洋服なのかどうかというところのコントロールが必要になってくると思います。はい、年齢が上がって見える BBA というものが NG というのではなくて、今時感があるっていうのが、年齢が高い方でも年齢が低い方でも関係なく重要になってくるわけ。これ重要。はい、というわけで今日のコーデなんですけれども、先ほどからお伝えしているこちらは無印良品のチクチクしないタートルネックセーター、それからこちらがいつもよくヘビロテしておりますセオリーですね、そしてボトムスがユニクロとプラス J のコラボのドライスウェットパンツ、そしてこちらもヘビロテのロジェ・ビビエのスニーカーでした。はい、というわけで試着室はマジックフォックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それからオンラインサロンにご興味のある方、直接オンラインサロンに行けるよう概要欄に書いてありますので、ちょっとご覧になってみてください。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。